最近ずっとあの感じで並んでる。うん、毎日並んでる。楽しい。いつの間にかできてる。いる？うん。卵めっちゃ半熟とかちょうどいいで。だって柔らかくてプリプリだもん。うん。ベラやけどした。ベラやけどした。うちらの通りだけなってる。え？来ないの？おはようございます。この動画で初めて喋りましたが、今からはセカンドチャンネルを撮っていきたいなと思います。セカンドチャンネルはですね、まあ、極力毎回同じような格好をしといて、撮りだめしてるのがあまり気づかれないようにしてるっていう感じなんですが、まあ、撮りだめはもうしてますっても言ってあるので、まあ、あれなんですけど、あんまり服装が変わりすぎると、ちょっと撮りだめがあからさまに出るので、まあ、いつも似たような格好をして撮ってます。で、まあ、話は変わるんですが、さっきですね、モーニングから帰ってる最中、なんか薬局にめちゃくちゃ人並んでんなと思ったら、多分マスクが入荷したみたいで、それでなんかめちゃくちゃ並んで、オープンが9時半かな、9時かなぐらいやったんですけど、もう7時半ぐらいからもう1時間ぐらい並んではる人もいてて、今が9時半やからもう多分変えてると思いますが、それぐらいなんかめっちゃマスクが、やっぱりみんなにないみたいで困ってはるみたいです。まあ、僕あんま外出ないんで、マスクそんな消費しないんですけど、まあ、サラリーマンの人とか、あと、まあ毎日通勤してはる人は絶対マスク必要だと思うので、マスクないとなんかこう白い目で見られるっていうらしいので。で、今からはセカンドチャンネル撮って、メインチャンネル撮って、で、昼からですね、ちょっと、友達が来るんですが、ほんまは平凡な一日って何も予定のない日がいいんですけども、まあ、ちょっとどうしても撮る時がなかったんで、まあ、今日は友達が来るんですが、まあ、それ以外あんま変わらないので、まあ、平凡な一日ということで行きたいなと思います。でしかも今ちょうどコロナで外出れないので、まあ、ずっとこの変わり映えのない部屋の映像よりマシだと思うので撮っていきたいなと思います。撮っていきます。あ、ちなみに今日は残念ながら皆さんが好きなゴミ出しは今日はありません。なので多分家の部屋での様子が多いと思いますが、お許しください。でも撮影とかがいっぱいあるので頑張りたいなと思います。15日か。はい、じゃあ行きまーす。行きまーす。3月の15日は何曜日ですかね。はい、おはようございます。3月15日、セカンドチャンネルやっていきたいなと思います。今日はですね、3月15日、本日もですね、今日はでも日曜日やから、あれかな、お休みの人も多いんかな。ですが、はい、
3月15日、本日も行ってらっしゃい。ちょっと今から買い出しに行こうと思います。今から買い出しに行くのは、スポンジです。食器用のスポンジなんですが、別に我が家にも食器用のスポンジはあるんですけども、今からはダウンジャケットを洗うっていう検証をするので、それ用のスポンジがいるのでちょっと買いに行きたいなと思います。朝モーニングしてるとき、嫁にちょっとスポンジあったらスポンジ欲しいなって言ったら、まあいいけどみたいな感じで、あんまり良くなさそうやったんで、とりあえずスポンジは別で買っといた方が夫婦円満のためにいいだろうということで、スポンジを買いに行きます。撮影しておりますので、ひとまず編集したいなと思います。行ってきます。いってらっしゃい。さてと、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 はい。それではですね、まずこの1番のところにある違いから見ていきたいなというふうに思います。はい。本日はですね、それでは今から晩ご飯に行きます。焼き鳥に行きます。